夜のマックに行った。お待たせいたしました。復活したんですね。最近家族で夜ご飯を食べる人が多いそうだ。ただこんな典型的な家族ばかりじゃなくて、今はさまざまな家族の形がある。お父さん、今夜はご飯バーガーです。離れて暮らしている息子は、お父さんがちゃんとご飯食べてて安心した、思いやりのある子に成長しているようだ、うん、ただいまご飯バーガー。タラッタッタッタ。はい、はい、花輪信之さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。復活したんですね、ご飯バーガー。はい、ありがとうございます。スタート、スタート。お待たせいたしました。あ、ごめんなさい、言わないか。すみません。すみません。お待たせいたしました。復活したんですね。はい、いつもありがとうございます。本番、はい、用意、スタート。今夜の父さんの食事はご飯バーガーです。はい、カット。カット。その2つ目だよね、バイト。これメスと。スタート。今夜はご飯バーガーです。お父さんがちゃんとご飯食べてて安心しました。はい、カット。カット。はい、よーい。スタート。タラッタッタッタ。はい、カット。カットします。スタート。ご飯バーガーガー。はい、OK です。はい、じゃあ、これも OK です。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。おはようございます。お願いします。お願いします。お願いします。じゃあご紹介します。寺田心くんです。よろしくお願いします。ここに映ってるのは、花輪さんだと。待ってください。これリモートでやったことある？リモートはお家で何度かやったことある、うん、講師なの、うん、本番の時はこれ撮ってもいいんだよね。はい、うん、お聞かせください。ちょっとオンリー行き、じゃあオンリー本番行きます。オンリーしてみます。頭の上の方見る感じでしょうかな。はい、それでいいかな。うん、はい、じゃあ行きます。はい、行きます。はい、よーい、スタート。お父さんがちゃんとご飯食べてて安心した。そうそう、たた食べててね。すいません。はい、よーい、スタート。今夜のお父さんの食事はご飯バーガーでーす。おお、うんうんうん、お父さんがちゃんとご飯食べてて安心しました。おお、おいしいですか？おいしい。よかったです。食べさせて。はい、カット。はい、カット。おじちゃん歌があんまり上手くないんだけど。僕はもうド下手ですから。え、音楽歌苦手なの？めちゃくちゃですよ。本当？今いい声だったけどね。タラタタタ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 。あ、でもそれから今のかな。スタート。タラタタタ。タラタタタ。おお。タラタタタ。ご飯バーガーガー。ご飯バーガーガー。じゃあ以上でーす。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとう。さすがだね。いやいやいや、またご飯バーガー、今度はマック大好きなご飯バーガー食べたいと思います。ちょっとお疲れ様でした。こんなところで私もありがとうございます。ありがとうね。やっぱり夏はひまわりですもんね。ありがとうございました。ありがとうございました。では失礼いたします。暑い中ありがとうございました。いや、もう本当に、まあ、僕なんかをね、こう選んでいただいてっていう、ちょっと自分でもね
謎だったんですけど、まあ、でもくたびれたサラリーマンみたいな感じとしてはなんかすごい哀愁があって、なんかやっぱり良かったなと思いましたね。なんか結構 評判も良くて、なんか賞を取ったってさっきおっしゃってましたね。このコマーシャルが本当ですか、はい、これはでも確かに見た瞬間にこれいけるんじゃないかなと思いましたね。これかなりいいなと思って、この CM、はい、周りの反響いかがですか、はい、周りの反響はものすごく良かったですよ。あんまり普段褒めない清水美智子さんがあの CM すごくいいねってラジオの時におっしゃってくれましたし、あとうちのこれ信じられなかったんですけど、うちのお父さんがマクドナルド一回も行ったことないらしいんですよ、はい、今までで。だけどちょっと行こうかなって思ったって言ってましたからね、はい、思ったで終わったんですね。まだ行ってないんですけど、はい。いや、寺田心くんのことをね、ヤホーで検索しましたところね、間違えて寺尾明が寺尾明もルビーの指輪とか出てきちゃいましたね。間違えてしまいましたね。年齢も全然違う、全然違うんですけど、なんか3文字でちょっと似てるっていうことで間違えて寺尾明がずっと出てきちゃって、あれ寺尾明と共演するのかなってお父さんの役かなと思ってましたけど、あ、寺田心くんだったんですね。寺田心くんはもう結構前から、まあ前からっていうか、もう好きでしたね、はい、もう家族とかすごい好きで、うちの奥さんとかはもうめちゃめちゃ寺田心くん好きで、もう可愛いすぎるって言ってて、だからこんな子供欲しいみたいなぐらい言ってたから、マジで息子役になったっていうのがもうそれが原因じゃないかなっていうか、その願いが叶ったみたいなことですかね、はい。皆さんこんにちは、ナイツの花輪信之です。大好評で早期終了になったごはんバーガーが10月の7日に復活して再登場します。新しい CM では僕と息子役の寺田心くんが登場します。今年の秋はマクドナルドのごはんバーガーとともにお楽しみください。いや、もう小さい頃からマクドナルドに行っていたので、もう CM に出演することができてもうとても嬉しいです。僕はハッピーセットが大好きです。いや、なんだろう、今は今なりのあり方があるのかなって思うし、あとマイナスに取れるのではなく、今のあり方を僕なりに楽しんでいますね。心くん、なんでそんなにその説得力があるんですか？説得力なんじゃないですよ。いや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 。東京でお仕事をしているときは、祖母とよくテレビ電話をしていました。あの祖母にノノトトっていう愛犬がいるんですけど、預かってもらって、自粛期間中はお家で過ごす時間が多かったので、愛犬ののとともののとと一緒に楽しく過ごしていました。なんかお仕事で東京とかでいろいろ大変なんかもしれないけど頑張ってねってすごい応援してくれてます、いつも。で、愛犬のおばあちゃん家に預けているので、テレビ電話で愛犬の顔を見せてくれたりして、本当もう癒されます、愛犬たちの顔には。小学校みんなで野外学習に行ったことですかね。5年生の時の10月ぐらいだったかな、10月ぐらいに野外学習に行って、それはすごく楽しかったですね。心くんって普段どんな小学生なの？どんな小学生？普通の小学生と言ったらいいのかな。どんなって言ったら分かんないけど、とりあえずみんなと仲良く遊んだり
している、まあ、普通の小学生です。普通の。今回、マクドナルドごはんバーガーの CM に出演させていただきました、寺田心です。はい、大人気のごはんバーガーが復活するという CM です。僕は花輪さんの息子として登場しますので、お楽しみいただけたら嬉しいです。